お客様に健康で笑顔あふれる幸せな畳ライフを送っていただきたいを願う和室空間プロデューサー畳工房青木の青木正則です。えー、今回はいグサについての機能性、えー、そういったものに対してお話をさせていただいております。えー、続きましてですねい、えー、グサの持つ急放出性、えー、こういったものの面にちょっと目を向けてお話をしたいと思います。 いぐさの内部ですねそちらはスポンジ構造になっているっていうふうなお話をさせていただいてるんですけれどもこちらのスポンジ構造のおかげでですね夏非常に湿度が高くなる時期ですねこの時期には湿気を吸い取って冬には乾燥している時期この時期には湿気を放出するそういった働きを持っています人間が感じる体感温度というものはですね 湿度によって変化することから畳の部屋は非常にそういった形で天然のエアコンと呼ばれるような働きをしているのではないかと言われています。